おじでーす。さあ、今日はね、なんか寝てねえような、すっげえ疲れてる。暑くて寝れなかった。ほんと。今、7時25分かな。ね。もう寝てないような感じ。すっげえ疲れた。さあ、一番の動画は、これです。ね。昨日寝る前に動画1個作ったんだけど、この兼重前社長、とにかく、フルボッコ。日本人は狂ってる。ね。おじいやもうおかしいとしかね、思えない。本当ね、物事の善悪をしっかりと分けられない日本人はね、本当ね、日本人ってバカなんだよ、本当。で、昨日の兼重前社長のね、この LINE の内容で、この中にこう、バカが3回っていうね。で、その、バカって誰かに対して罵倒してるバカではなくて、こういう考えの人はバカなんだ。ね、成長しないんだ。ね、年をとってもバカなんだっていうね。だからその、お客様の気持ちがね、わからない、イコールバカっていう定義があって、ね、これはこうなんだよ、ここに当てはまる X はバカなんだよっていうね、あんなに分かりやすく、本当、講師のようなね、ね、なんだっけ、今でしょみたいなね、ああいう感じで、本当に全国、なんか講師で回ってもいいようなね、いいお話だよね、本当。なんでって思ったんだよね。で、ちょっとね、皆さんのコメントね、見ていきます。昨日寝る前に作ったこの動画のね、あと、ね。まず、とりあえず、社長はじめ幹部を見てめんどくせえ会社だなと思うぐらいかな。手堅い店で車買って、楽天カー車検にして、ネット保険入ってる人たちには無縁の店だね、ってことで。楽天カー車検楽天カー車検でなんかいいことあんの？ポイントが貯まる？なんだろう、自己パックしか使ったことないからわかんないんだけど。ね、なんか、あれなのかな、安いのかな、ね、まあ、そんな感じでね、まあ、社長はじめ幹部を見て、そう、めんどくせえ会社だ、もう世間一般的には、めんどくせえな、大変だな、とかね、その程度なんだよ、ほんと、これ。で、そこに、マスコミの力で、全く関係ない、考えてない人まで巻き込んで、その、フルボッコにする道具に使うっていうね。これ、おかしいでよ、日本ってね。おじいの言うように、営業マンのあるべき姿としては全くその通りだと思います。ただ、ゴルフを愛する人への冒涜だの、社員を売ったりといった発言などから、この前社長の人なりが感じられますよね、っていうね。ここ。で、これがあるから叩くんだ、っていうね。ここなんです。これがね、この、営業マンとしての基本とかね、理念とか、お客様の気持ちがわからなければね、本当、その、バカの言うことはお客様は納得しない、ね、契約が成立するわけがないっていう、当たり前のことなんだよ、本当に。ね、でも、ゴルフ愛する人の冒涜だのってね、これっていうのは何かっていうと、これね、失言なんです。失言。これね。それで、ユースケさんが、ものすごい、なんかもう、すべてを悟って分かってる。すべて叩くのは違う。日本人は問題があると。正しいことも、これはダメだという、ね、いいことはいい。改善しないといけないことはしないといけないのに、マスコミはまた外れなことを言う。これなんだよ。本来、今の日本人が気がつかなければならないのは、ここなんだよ。それを見極める力、能力がないんだよ。今の日本人は。だから、そう、学校にしてもそうだし、誰かが、誰かをいじめている。で、なんか、無視するとか、いじるとか、この人はあんま接点がないとか、この人は何も関係ないのに、便乗して、ちょっかい出したりとか、無視したりとか、
それいじめってあるじゃん、ああいう陰湿な、日本人ってすごいじゃんそういうのが。でおじいはさ、よく言ってるじゃん、電車場とか大嫌いしてね。でとにかくおじいのところにもね、いろいろあったよ、なんか揉め事があったらね、この人のところ行かないで、見に行かないでとかね、相手しないでとかね、あだこうだって来るけど、いや関係ないってね、別にこの人は、この人とおじいは何も揉めていないし、何もおじいに対して何を悪口も言ってないし、なんか悪い嫌なことされたわけでもないから、なんで第三者のね、あなた方のことに巻き込まれてこの人を無視したりいじめなきゃならないのってね、全く関係ないから。逆にそういうことを言ってね、吹き込んでくる、その性格悪い性格だよっつってね。で、こだわりましたよね、おじいおじい、あの子があんなこと言って、こんなこと言ってて、おじいせっかくで、ひくやでっていう句だったよっつってね。人っていうのはそれならね、誰だってそうね、あの人がああだこうだって、みんなってホリエモンまで言ったからクイズ言ったからって言いながら、あちこちでこう言ったりする人もいるじゃんね。で、そんなものは当たり前ね、直接その人がその人に言ったかどうかなんだよね、確認もしてないのに、何言うの見て、俺のことそんなこと思ったかガーンってね、じゃあよ、僕そんなこと言ってないよって、へへへ、伸びたってね、あれと同じなんだよね。で、頭が悪いと、結局、道具として利用されるんだよ。だから今の、日本もそうじゃん。頭が悪いから、絶対捕まらないよ、過去に捕まった例はないよっていうね、そういう特殊詐欺のね、そのバカで受け子とかね、あ一番危ない橋、現場のね、犯罪を犯す、それをやっちゃうわけじゃん。ね、なんでそんなの、でそれは強盗でしょとか、ね、強盗殺人でしょとか、で悪いことってわからないのって、いや、でもなんか仕事がなかったし、背に腹変えられなかったとかね、仕方がなかったとか、いや、捕まった例がないっていうから、ちょっとバイト観光でやってみたとか、だからおかしいじゃん、それって。こうやって言うからって。だから、そういうのを鵜呑みにするから、オレオレとか、何、フィッシングとか、後を絶たないじゃん。被害がぐわーっと上がる一方じゃん。ね。だからそこの判断力がないんだよ。基本的なことができてない。基本がなってないんだよ、日本人は。だから、その、基本をね、ああいう社長は言葉は悪いかもしれないけれども、でもちゃんと精神的にもね、強くならないといけない。これみんな今の子供たちってなんか嫌になると死んじゃうじゃん結局ね。そんな弱い世代は大人になってもすぐ死んじゃうじゃん。そうでしょ。ね、おかしいんだよ。だからあれが気に入らない、これが気に入らない、何やってすぐクレーム言ってるね、モンスターペアレントみたいなね、うちの子が怪我をしたのはこの人、この遊具が置いてあるから悪いんだ、こんなブランコがあるから悪いんだ、ぐる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 こんな回るからうちの子がすっ飛んで怪我したじゃないか、こんな危険なものなんで置いとくんだね。あれもあったよね。立ち入り禁止のね、高いほら、津波の時の避難の、そこに乗り込んで入ってって、遊んでて、落っこって、ね、怪我したかしらったかでね、こんなもんはもうちょっとこう、対策が甘いから、ね、中にこう入れちゃうから、お前らが悪いんだみたいな。ね、訴えてやるみたいな。あったでしょ。だからね、おかしいんだよ。今の日本って。完璧な善人は欠点がなく不気味ですが、でもそう思わない日本人が多い。完璧な悪い人は不気味ではないと思うのですが、何が言いたいのかというと、悪人よりも善人の方が裏偽善があり不気味だと思うのですが、やはり完璧な善人というのは存在しないかね。北海道でなんかあったよね、携帯電話しながら車輪っこでね、ね、走った人を後ろからね、
丸丸警察みたいなのが、お前そんなことしていいと思ってんのか、おいグラ、おい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 みたいなね、あれもだってなんで、あなたがそれ暴力ですよ、ね、違法行為ですよってね、あったでしょ、そういうのがね。だ本当ね、何でもそう、ね、あのコロナの時もね、どこからこう帰省してね、もう市中張り紙したりとか嫌がらせしたりとかね、いろんなものがあったじゃん。とにかく善人、ね、完璧な善人を求めてね、ドラってやってる人間ほど悪い人間はいない。だからおじいよく言うのは偽善、おじいのトークでよく出てくるでしょ、その偽善の面構え、思って騙し合いなんだね。そこに見る目と見る目を養ってね、生き延びていかなきゃならないね。私は速攻で計画を立てるのが得意で、聞く分には実現性がありそうな、本当にできちゃいそうな家事犯罪とかアイデアをポンポン出せる人なのです。で、ある日世間話の延長で老人ホームに入れるのに頭金最低1000万からかかるらしいって話になったんですね。そんなものを払うより殺した方が早いよねと速攻で作った親父の殺害計画を話し聞かせたら、その場にいたドン引きされたし不気味がられましたよ。人は悪の思考回路を知るだけで普通に不気味がありますね。だ本当ね、その今月の言葉、悪人を憎む善人は実力なき善人なり、ね、これも出てくるからさ、見てみなよ、ね、で、世界が抱える最も重大な問題は悪人の強さではなく善人の弱さである、ね、いや本当ね、そのね、じゃあこれを見てる皆さんってどれだけ善人なんですか、ね、蚊も殺さない、ね、お花も草も踏んだことがない、ね、もう人生何をほじくり返されても、ね、なんか指摘されるようなことは、ね、何一つない、そんな人生を送ってきてこれからもそれができるんですか、ね、でとにかくネットの中もそうなんだけどね、暗示とかあるのもそうなんだけど、自分ができないことができる人に対して妬んでとにかく嫌がらせをする、なんか日本人ってそうじゃん、そうでしょ、自分のバカを置いておいてね、とにかく妬む、そうでしょ。だからさ、おじいがよく言ってるじゃん、そのね、なんとかができる人をなんとかができない人をね、なんとかするんだろうファイトみたいなこうあったじゃん、ね、でおじいもよく動画に対して言われるよね、長えとか何言ってるかわからねえとかね、あだこうだとかこうね、9日ぐらいはわからないと人ってどうだこうだ恥ずかしいとかね、これ入れればいいじゃん。でも生きてきてんだよ、法律に引っかからないで、ね、とにかく自分ができない人はああだこうだ、ね、攻撃をしてくるんだよ。でちょっとでも配信をしたりとか動画を作ったりとか何かをかじってこうやったことがある人、ね、例えばホームページ作ったりとかブログをやったりとかね、そういう分かってる人、ああここだよね、大変だよねとか、先生もやってくるのね、無理だよねとかね、分かる人は何も言わないんだよ。できない人、自分ができない人、ね、これ本当共通だよ、ね、できない人ができる人にね、どうのこうの攻撃するんだよ。だから芸能人とかさ、そういうのもそうじゃん、ね、あんだけチヤホヤチヤホヤしてて、ね、で何か一個問題があると、そうでないものも全部ひっくるめてね、正直にこいつばかりにこう溜め込んでいたものをブワーってこう出してきてつなげるじゃん、ね、で人ってじゃあそれを見てる人たちとかそれを出してる人たちってどんだけ善人の塊なの、
ね、であの世界で問題になることもある。例えばあのオリンピックのあれ森本首相がね、だっけ差別発言だって言われたけど、あの女性がそんな相手からあらこうだとかね、であんだけ引きずり下ろしたんだけども、でもやっぱりその実力はあるね、でお金をやっぱ集めきれない、ね、力はある、人脈もある、ね、だからね、そういうもんなんだよ、わかる？あのそのね失言ね、誰しもが知る失言、そんな完璧な人はね世の中にね存在はしていない、ね、ただの失言なんです。そのねこれね、ただゴルフを愛する人への冒涜だの、ね、社員を訴えるとか発言ね、このゴルフを愛するじゃない、そこじゃないだろうっていうのがあったとしても、これはあの失言なんです。だからこの、あの現場でね、だあのなんだっけ、靴下がストッキングにゴルフボールを入れてこうボーンってやってね、不正請求があったって、あのこの人がやってたわけじゃないでしょ、ね、現場でだからそういうのがあったってことでしょ。で、まあ、ゴルフをやるからね、あのゴルフボールを使うなんてって、そこのところをしたがって、それをまたあのマジコミにマインドコントロールして、そうだそうだ、それボールだみたいなね、そう思ってる人もいるし、ゴルフ好きな人は、そうじゃないだろうっていうのもいるし、だ論点が違う、すり替わっている、ね、だからその件に関してね、その思考もこうやって模範的な回答を出さなければ、ダメだお前は不合格だ、やっぱり分からなんだってね。じゃあ何のためにそれをやるのとか、会見とかね、何のために聞いたのね。だ全問正解のね、パーフェクトな回答が得られなかった場合、攻撃をするための会見じゃん。そうでしょ？なんか一句でも間違えたり、何かがあったら、そっからまたブワーっていくための会見なんだよ。すごいことなんだよ、これってね。だここは、この、ね、で、社員をね、訴えるぞとかね、発言などがあって、ここのところは悪いことした実行と違うし、そこの育成の中の、ね、またあの、嫌ならどんどんやめてきゃいいし、ね、ビッグモーターそこで辛いんだったらやめていけばいいだけの話なんだよ、本当。だって、すぐに折れちゃうんでしょ、ああ言った、こう言ったとかね。だからその、精神的に、鍛えられない、ね、本当ね、世界が変わる最も重大な問題は悪人の弱さではなく善人の弱さである、ね、俺は善人なんだ、何もいいことしないんだ、なんでこれこうなんだなんだってね。いやでも本当ね、そういう精神力、お客さん相手の商売をするわけなんだよ、わかる？といろんなクレーマーがいるんだよ、ね、ピヨ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 して育った営業マンね、がそういうクレーマー対象の客とじゃあやり取りができるのってこと。とにかく営業マンっていうのはね、とにかくいろんな人に対して要は経験値なんだよ。あんな人がいた、こんな人がいた、じゃあこの人はどうやって攻略すればいいんだろうかね、ここは経験値なんだよ。本当わからないかな、こうやって言った時に、僕はこうやっていつも通りしてみる人にこんなこと言われたんだ、あの客は最低だ、口つける願い下げだ、お前には売ってやられんとかね。だかそんなんじゃ成績は上げられない、ね、そのね、例えばね、この前社長の人となりが感じられますっていうね、まあ、この人となりが感じられたとしても、でも、じゃあ、あなた方は、これを見てる皆さんは、この兼重前社長のように、じゃあ、会社を大きくして、利益を上げて、ね、スタートした時があるわけでしょ。そういう能力、実行力を皆さん持ってますかってことなの。で、そんなに綺麗事を並べて、会社を大きくできますかってこと。じゃあ、このビッグモーター以外の会社は、
じゃあ善人みたいな、ね、何にも裏が何もないクリーンな状態でそんな会社ばっかなんですかってこと、わかる？おじいが社会不適合っていうのはもうそういうところを腐るほど見てきてるからなんだよ。ねえ、だ精神力にもね、だってあの子供の頃にね、あの思っていたのと世の中は違う。ね、大人は汚い、世の中は暗い。ね、そう思ったことない。でも生きていくためにはしょうがないんだ。ね、そこを聞く。これはこうでこうで絶対違うと思いますって組織の中で言ったら抹消されるだけじゃないの。少なくともじゃあいろんなところで抹消されてきたんだけど、ね、これはその通り、その通りなんだけども、ね、組織はこうなんだ、あなんだ、これ絶対おかしいよねって言っても同僚に言おうが上司に言おうが、ね、取らない。これ仕事なんだ。ほんとね、その兼重前社長の人となりがって言うかもしれないけど、いやだからこそね、経営理念としてね、あのいろんな経験値もあってそれを実行して成功したんじゃないの。だからあだこうだ陸で食えってね、あの言ってる人間は文句言ってるだけで、じゃあお前やってみろよってできないじゃん。だおじだよ、あのおじいもよくさ、今あんまやらないけど、あのお菓子なのが来てね、でなんか言うから見ると自分では動画を一本も上げていない。お前やってみろよそれ、じゃあお手本見せてみろよってね、ええってか、だって動画一本でもアップする勇気もないでしょ。別に顔出ししなくてもいいからね。で声でうんうんうって言って声も出せないでしょね。でそういう奴らが、モンスターとなって、ブワーッつってね、おじを攻撃してくるわけじゃん。ね、共通しているでしょ、ね、だこう何かこう変な文句言う人で、こう動画作ってる人で変なこと言う人はいないでよ。ただ、あ、こんなとここうやってやるともっと良くなるよとか、アドバイスくれる人もいるしね、ほんと。分かってる人は分かってる目線から経験値からそういうアドバイスをくれる。その、頭のおかしなような、そういうコメントでは来ないよね。明らかに違うでしょう。だからね、そこのところの見極め、本当に見極めで、なんだっけ、またここの幹部がどうのこうのとか、ね、この後ろの周囲、周囲、なんだっけ、精神論じゃなくて、中性心で、なんかやってきた人で、ね、変わったらとかね。あのそこのところまた、あのね、忠誠心も何もそこの信頼関係とか絆とかそういったものがないとやってらんないし、おじいも今その病院たらい回しでね、信頼関係が置ける医者がないわけじゃん。結局仕事もビジネスも同じなんだよ、ね、だとにかくその現場はもっと厳しい。言うやれば、じゃあ例えばね、陸上自衛隊とか海上自衛隊とかね、あの航空自衛隊とかあるでしょ、ね、あと海上保安庁とか、ああいう人たちね、あとほら特殊部隊とか、あの本当あんまり滅多にないようなね、もう困難極まる、ね、こんな悪天候で嵐の中でこういう遭難した人がこれをどうやって救助するかみたいなね、あの常日頃もう一番 最悪なものを想定した過酷な訓練をして、だからこそいろんなところでそれ以下のものに対して活躍できるわけじゃん。そういう人たちがね、デスクの上ではいこうなった場合は、周りを見て、天候を見ながら、安全を確認しながら、ね、助けを求めている人がいたら、助ける努力をしましょう。はーい。質問です。風が強かったらどうせ、その場合は風が強かったら、まあ、その時に考えて、臨機応変に
助けてあげよう。はーい。他に、なんか、何が、仕込み頼むで、こう、叱るのも困難でて、困るね。でも、そういうことあんまないから、今まで歴史の中で、こんな嵐の中で、遭難してる人が浮いてて助けてくれて、あんまめったにないからね、気にしなくていいじゃないの、とか、ね。そういう風だったら、この日本守れる、国民を救助できる、助けられる、なんか災害があったとかね、ああいう時に、真っ先に自衛隊が行って、炊き出しをしてくれたりとかね、この間もそうだね、水がいっぱい出たらボート持ってってね、ここまで叱りながら、こう、ご高齢の人を助けてくれたりとか、ああいうものも、本当に、強い精神力、そして想定できないような、ね、強い訓練、ね、でそういう現場では、ね、もうバトル、これがこうなったらもう久しぶりですぞみたいなね、はいみたいな感じで、じゃあそんな言い方したから問題だ、大問題だ、訴えてやるみたいな、ね、こんな実際ここにあるのはダミーなんだ、別に死んじゃったって現場でちゃんと訴訟ができればいいじゃないか、言い過ぎだ、さあ、いや、性格が悪いね、人徳なんとかは侵害してるって、そんな言い方はないだろう、口が悪い、性格が悪いってね、そんな流れになったらどうなっていく日本は。でも実際にそうなってるんだよ、現場では。本当にね、本当、ほら、過去の動画でさ、あったじゃん。なんだか、自衛官のね、あれが、なんだっけ、カレーを食べた、ね。我々の税金からしちゃってね、賄ってやってるわけなんだから、一生懸命頑張ってくれてるんだから、ね、飯くらいお腹いっぱい食べさせて、頑張ってもらおうよ、つって、この人はカレーが食べれないとかじゃなくて、そこの現場で頑張ってる人たち、でも食べるものだけは食べさせてあげようよって、本当にそう思ったよ。だからおじいの時代ってバイトねした時に、やっぱ本当おじいね、中学3年の時に高校生ですってね、居酒屋バイトをしてたことあるんだけど、あと必ずね、もう帰宅部でね、もう昔なんかやらねえよ。ね。で、バーッと打ち返ってきて、ね、あ、バイト行ってくれよ、つって、ね、気をつけて、ね、稼ぐことはね、いいことだって。うちの親も理解があったから、ね。で、バイト行ってくれよってね、週に2回、3回ぐらいバイト行ったんだけど。で、その時に、ね、おはようございます、って入ってみた。ね。それではね、今日のまかないこれだよ、つって、お金をね、出してくれて、ね、もう足りなかったらお金言ってね、つってね、ほんと、ご飯もお味噌汁もね、料理もまかない、ね、ほんとね、腹いっぱい食わしてくれる。ね。その代わり、それを食べ終わった、厨房に入った瞬間、もう、こいつ切り刻んでやりたいっていうぐらい、本当にね、辛いものがあったね、本当ね。この切る感覚とかね、全然違うだろうってね。早くね、感覚で覚えるよとかね。すごいね、本当。なんかね、本性もこうやって振りゃね、お前はわかんねえな、とかね、こうだとかね。ね、俺なんかぐちぐち、うるせえ、このババみたいな感じで、ね。よく怒られたけど、でもね、本当そのまかないね、食べさせてくれる時にね、とにかくいいんですかつってね、もう制限はないからね、もう2杯でも3杯でもいいのでね、思いっきり食べてちょうだいね、消化にね、厨房入ったらね、厳しいからね、全力で頑張ってくれってね、だからその分いっぱい食えってね、だそうやっておじいも子供の頃から現場でね、そうやってきたから、本当そのこの役所このポジションの人は
ね、カレーを食ってはいけないとかね、これをカレーを食ったから、なんだっけ、で、なんかあったでしょ、ペナルティがね。本当ね、本当ね、ルール自体が おかしいと思うんだよ。なんか不正を働いて盗んだんだろう。だからこれがまたカレーにしてもね、何回、ね、過去に何回カレーを食べたことがあるんだよ。いや、そういう、そのルール自体が おかしいと思うんだよ。だそこで働いて頑張ってくれてんだから、食べたい人は食べて、そこで頑張って国民守ってくれてんだから、名刺ぐらい食わしたらいいですって。だおかしいんだよ、すべてのルール自体が。だからね、とにかくね、このいろんなことをこじつけて、その会社としてやっていいこと、悪いこと、要は犯罪だよね。その違法行為があるかどうか、そこなんだよ、日本のルールっていうのは。で、あとその法律に完全に101、また99.9の場合は101しなければ疑わしきものは、なんで、もう101しない限りはやりたい放題なんだよ。これが法律ってものなんだよ、ね、だ法律は犯罪者、悪人のためにあるんじゃないかってね、私は一回言ってたことがあるんだけど、所属してた社長にね言われたね、うん、法律は悪人のためにあるんじゃなくて、ね、賢い、ね、法律は何だっけな、法律は賢いものにあるんだから、賢いものにあるんだから、何だっけな、なんかそんなこと言ってたね、うん、法律は賢い人に優しいって言ってたんだ、ね、だ賢いだ、またここのところで悪いよ、そんなとか、ずる賢いなとかってよく言うのがいるじゃん、うちの味もテレビ見ながらよく言ったけど、そうじゃないんだよね。だほら、あれもそうでしょ、もう今は法律変わったけど、ドラッグ、合法ドラッグ、ね、この成分はダメです。じゃあ、これに似てるの、これに一致しなければって、だからその法律内では、これではないと、類似品のこれだと、これに一致しないから、その合法なんだよ。違法ではない。だからこれは 100% の大麻とか、覚醒剤とかに一致しなければ、一致しなければ合法なんだよ。いや、これに該当しないから。禁止してるのはこれでしょ。この禁止の中に該当してないじゃん。まあ、こう、そういうものを合法ドラッグってなんか変な名前ができて、そうすると、じゃあ、これに該当しないで、じゃあ、これもダメだって入れると、もっと、これとこれにも該当してまた似たようなものを作ってね、一個ミックスして、ね、いや、これとは一致しませんよねっていう。そしたら、もうそれもダメだから、もうこれもはい、追加するってね。で、追加した。そしたら、これとこれとこれにも該当したい。これがから、これも合法みたいな。ね。ずっと、いたちごっこだったでしょ？だからね。だから最終的にどうなったかというと、もう そのような、そういうのを出すものは、全部ダメみたいなね。これでもういいだろうみたいな。そこで決着ついたわけじゃん。結局ね。だ法ってのはそういうものなんだよ。じゃあ、法で禁止されたから、じゃあ全部ダメだから、じゃあ全部所持も使ってもダメなのかって、そういうの見つからなければ。ね。おじいがこのチャンネルよく言って総務省とか、ね。うん、省ではね、電波法、ね。技的認証がない。丸々警察は、それは技的認証ついてないから使ったら違法なんだとかってね。丸々警察みたいなのがすごい多かった。ね、でも今、技的がついてるものがあれば、ね、しっかりしてる。ね、要は、お肉のオジービーフと同じで、このマークは美味しい、安心できるマークってやったじゃん。だから技的マークがついたら、安心できるマークって。じゃあ、それが、じゃあその、また偽物もあるから安心できないんだけど、まあでも表向きではね、このマークがついてたら安心だよねって、ただの安心マークなんだよ。じゃあ、技的がないからって言ったって、ね、アマゾンはもう取り締まね、そういうものを言って、これ違法だからって言ったって、うち関係ありませんってもう方針になったし、総務省にね、これなのから、これ、ね、この商品番号で、このね、アシン番号で、これが今でも出てるんでしょう。これでもなんとかなんですかね。まあ EC サイトの場合はね、局まで総務省として言えないんだよね、現状として。これが売ってどんどん広がっちゃって、これみんな使って、で、ね、電波法違反して、みんなまで、
でもあのそれが違反してるかどうかだからねっていうね、この電波法っていうのはね、違法な電波をね発した場合に違法になるんだよ。だからこの技的マークがついてなきゃダメですよってルールがあっても、じゃ取り締まるためには技的マークがないものを使って違法な電波を発信したことをね、この総務省の担当者が機会もしたから、警察官と合同で立ち会いのもとに現行犯でね、これは違法の電波だってねやらないと取り締まりができない。スピード違反だ、そうでしょ、ね、うーいす、なんで、なんか何これ、どこのバイパスで、ね、60キロ制限のところをね、あの、何時刻で出てたんだって言ったって、あの、その場で証拠がないと、ね、いやー、そんなこと言われてもねーって、ね、だあの、静岡県警は、ね、防犯カメラにも映ってて、ね、一方通行逆走に来てても、ね、いや、子供病気だから知らなかったってね、いや、ここで捕まるともう仕事ができなくなっちゃって言えば、静岡中央署のね、刑事はそこで見逃します。いや、あちらさんも子供もいて生活大変だからね、切符は切らない。いいでしょ。二人の背の高い刑事に脅かされました、おじいは。お前下がれって、一方通行普通に入っていったのに、でーんって、でーってやられて、どけーって言われて、なんでどかなきゃなんないの、一方通行、この逆走されてきて、なんで嫌いなきゃなんないので、警察呼んだんだけど、そしたら、あの、見ないで、こっちを疑われて、ね。あっちは家族。で、こっちが、罵倒してきたらあっちだよ。警察来たら静かになっちゃって。こっちは無気になって言うじゃん。こんなことされたんだけど、つって。そしたらこっちが悪いって。ちょ、確認してこいわ、って言われて。で、確認したら、突然態度が変わった。うん。確認してきた。参加者見てきたら、確かに、言う通りだった。ね。映ってたよ。ね、こうやってきて、こうやってきてね、出てきて、こうやってやったらもう、全部映る。ほらー、なんで決めつけた、こっちがこうやってって、一緒にグワーって。この状況から一歩ずつ逆でこんなとこ止まってて、ね、あっちもだからね、わかるじゃん、状況を見れば、して。なんで見てくれて決めるんだよ。ね、だそれは悪かったから。でも、切符は切れないから、切らないから。ね、納得して、って。納得できないよ。じゃあ、おじいの時も、じゃあ、あの、一回ぐらいは、じゃあ、さって言って、切れないって。いや、それはできない。なんでできないんだよって。もう、この件は終わりだからって。もう、力づく、強制的に。それが静岡県警、静岡中央署なんで、ね、静岡県警は、組織が腐ってるからそうなってんだ。ね、事実です。で、まあ、そんなことがあってもね、この日本、この静岡県警の場合、例を言うと、交通法規、交通ルールも、ね、その取り締まるはずの静岡県警は、そんなものをね、どうでもいいじゃないかということで、ちゃんと取り締まらない。証拠があっても取り締まらない。揉め事があって、うーってね、何人もね、駐在所からも来たし、ね、事務所からも来たけどもね、そこまで、大掛かりになっても、丸く収める。相手の事情を聞いて、メンテになっちゃうから、仕事できなくなっちゃうからって。ね、家族もいるしって。家族がいればいいのか、違反してもいいのか、おかしいだろ、それって。ね。これが静岡の警察なんで、奈良県警と大して変わらんだよ。組織っていうのは。だって、組織のトップが腐ってるから、組織の腐ってるやつは、ね、税金泥棒でとっとと逃げてったろ、安倍さんの時に。犯罪をもみ消したトップが逃げてったろ、ね、こんな日本っていうのは腐ってるんだ、本当ね。まあ、とにかく今の日本は、ね、バカが多い。なんでかっていうと、ぬく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 保護されながらね、なんていうの、いろんなことを主張しながらね、もうぬく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 としたから、だから精神的にも弱いし、能力もない、そして読解力もない、ね、だから昨日この兼重前社長の LINE の内容を見て、汚い言葉でね、バーッと罵った内容なのかなと思って、昨日のあのニュースのやつを見たらね、結局3分の2がその現社員がね、要は、垂れ込んだ LINE の、ね、内容と、あと、街路樹が借りてる不思議だねっていうのが、ちょっと
ドッキングしたあの内容だったんで、あの内容を見て、これはたくさんのね、たくさんのナメ君見てる、そのし、だこれ自体がでもすごいと思うんだよ。この兼重前社長が LINE を使ってね、たくさんの数百人に対してそういうことをちゃんと現場に全部向けなくても、直接ね、考え理念とかこういったもんだよっていうのを、ね、ちゃんと講師として教えてあげているっていう、素晴らしいことだなと思って、全部他に任した任したで、何かあったらね、おい知らないとかってね、全てマニュアルの世界の中でやっぱそういう大切なことをそうやってね伝えていた。だからこそ おじいのところにね、来た営業マンはね、本当ね、買い取らせてください、ね、お願いいたしますっていう、ああいう営業だったんだなっていう。ビッグモーターの営業はね、本当前の人、買い取ってくれた人で、そこのなんか電話に引き継いだね、その上司っていうかね、まあ、先輩だよね、そこでね、すごいちゃんとしっかりしてたよ、本当ね。ただそこまでの行く流れを動画で残してあると思うんだけど、普通の人は、ああそうなんですか、あれ、うん、伊達君ここでオークションになりめいとこうなんですよ。でも最初来た時に、でも他に比べて、ね、効果変えたし、ね、思わぬ査定も A 社 B 社ではいけない。こうやって、そんなにだから、これを見て連絡してるん で電話したら、うん、そういうこともあるからね、いや、まあ、でもうちは絶対自信ありますって言うから、だから来て査定してもらったでしょってね、その話をして、でもそういう会話も何にもしないで、やり取りもしないで、ね、やり取りもしないでまた、ああそうなんだで諦めて、安い査定でね、ハンコを押してくれる人だ、おじいみたいに、うーん、でもまだあっちの方がでも12万って提示してくれたから、いや、せめてそこと同じ条件でないと、すぐ組み当たりには触れないよって。で、ビッグモーターの営業はね、ちゃんと基本ができてる。その法令書を守っている。ね。現場で何か自分の対応でね、立ち位置できなくなったら必ずね、上司に相談。いや、それちょっと待っていいですかって。もしもし、みたいな感じで、いろいろ話をしながら、ね。こういうところもしっかりと社員教育ができてるなと思って。基本ができないので、勝手な営業マンが、勝手にね、こうですか、ああですか、もう僕が越しますからって言いながら、で、いや、なんかあった場合ね、いや、知りませんみたいな感じ、そのパターンが多い中、ね、ちゃんと保連者を守りながらやってる。だからそういうところもしっかりとしてる会社だなって、おじいは思ったよ、本当、ね。少なくとも、ね、松田、ね、腐った町田の本社、ね、全部ディーラー前投げで、半年でネジが全部ね、錆びて、ね、バカになって回らないようなね、みんな錆びて、これと、クリアの保護の塗装忘れてるでしょ。普通、ネジって、錆止めのあれ塗ってあるのに、これ、ないのがあるから、これ、何かしらのミスじゃないのって言ったら、ね、うちは知らないよ。本社が言うんだよ。まあ、ディーラーではね、安心してください。走行中にドアが、落ちる構造にはなってない。たとえこのネジが付いていなくても、走行中にドアが外れて落ちることはない。そういう構造になってますから、安心してくださいってね。いや、安心できないよ、こんなに。新車で買って半年でこんなに錆びちゃって、これも、六角のこれも入んないぐらい。こんな錆びてなくなってるんだよってね。だからこれ見てよって、見ませんって。見てよって、見ません、営業所から出てこない。そこに止めてあるんだから、とりあえず見て判断する。見ません。前例がないですから、見ません。で、その前例になるから見てよってね、いや、やりませんって、ね。これが松田の静岡の新川営業所のね、対応だったんで、ね、そんなことあるのか。おかしいだろう、ね。お客さんが不安を感じてるから、一応見てくれって言ってるのに、見てもくれないって。それをマスターの本社にね、言ったら、うちも知りませんって、全部任せてますから、ね、皆さんがそうやって言うのであれば、うちから何も言う権利はありません。権利はないって、マスターの会社ってんじゃないかって、マスターの車の問題じゃないかって、何が何も、
権利がないって、権利ぐらいはあるだろう、ちゃんと契約の中で、いや、もうお客さんの方に僕今任せて、お客様とやり取りはもうあのリーダーさんとのあれなので、ね、あの医者関係ありません、関係がないっつって、ね、だから腐った組織、トップが腐るとね、みんな下も腐る、ね、ただ、本当にね、その今、わからないんだよ、意味は、こういう意味なんだ、ああいう意味なんだっていうのを。だから終わってるし、終わってるしっていうか実際終わってるじゃん。もう日本は終わってるじゃんだってね。だから政治家だって終わってるじゃんね。ろくな政治家いないじゃんもうね。今までもろくな政治家がいないんだよ。闇があってね、裏の闇、黒い力があって、それで成り立っていたわけでしょ。だから他の、例えば自民党以外が、ね、政権2回ぐらいね、社会党と民主党と取ったけど、何もできなかった。ね、法律も変えられないし、何もね、賛成は、橋取られないし、引っ張る、リーダーシップが取れないからね、法律、じゃあやってくれよ、みたいなね、放り投げて、ね、やめた、って。あんだけガンガン言って国民の足に取って、言いたいこと言って、いざ、いや、やっと、選挙勝っちゃった。どうする？政権取って、うわー、できる。このメンバーでね、一番じゃなきゃダメなんですかとかね、散々ね、勢いがあったメンバーがいっぱいいたのに、政権取っちゃったら取っちゃったでね、いろんなことガンガン文句言ったのにね、こんなところで写真集出していいですかとかね、国会何だと思ってんだね、公私混同も腹立ちみたいなね、ひれだったでしょ、ね、だ本当みんなね、もうパフォーマーだよみんな、ね、どこでもね本当、まあ、そんなわけで、ね、人っていうのはみんな誰でも叩けば誇りは出る、ね、欠点はいっぱいある。だ本当ね、欠点がない善人でもう後ろめたいことが何もないね、もう言葉遣いからないから何までもう全部パーフェクト、ね、そんな人間がいるのかよ、ね、だから芸能界みたいなああいうとこだってほらね、いろんなメディアとか事務所の力ですごいいいイメージをね植え付けて、世間にはそういうとこしか見ていない、いろんなメディアを通して、でもなんかよくてみたいね、なんとか見せた意外な素顔みたいな、これねこんな、なんかショットみたいな、ラメとワンショットバーンってだけでね、フォーカスしてもらえてみたらね、嘘、これ本当は、なんか厳密みたいなさ、ね、ちょっもてあせるわけじゃん。ね、でも人って、なんでも、それが人だと思うよ、本当。そんな、何もない、ね、この、思っちゃってること、こう、出現ね、出現ぐらいはあるよ、ね、でいろんな考えということを、さっきのこれの 例ではないけども、ね、その考えることをドン引きされたっていうけども、ね、思考回路、ね、この思考回路、じゃあこの金重前社長の思考回路、ね、ゴルゴルってね、だそこのところと本件と関係ないでしょっていう、だいろんなことを絵のことを考えるしね、いろんな芸能人見たってね、ね、やっぱ注入だって、お前がブク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 みたいなね、そんなことあんのみたいなね、だそういうのもいっぱいあったでしょ、ね、だからね、でも、わーってね、上がったりとか、他の人よりも、やっぱこう何かしらね、形を出すための、要は行動を起こして得た成功なわけでね、いろいろ。だからね、人ってそんなに絵に描いたような善人でなければ、逆にいろんな思考考え、それを日本では少なくともその憲法に違反する、ね、違法行為があれば処罰されるなければない。でもそれに該当したいものは別にそんなに騒ぐものではないと思うし、ね、で例えば
ああもう嫌でさ、もうこれなんかもうみんな死んじゃいもん、死んじゃいもんなくなっちゃいもん、わあもう死んじゃいもん爆発してガーンって言ったら、ちょっと地球が爆発してしまえ、世の中みんなこれはテロの予告なのかね、世界この地球を滅亡させる、ね、人類を破滅させるね、こんな発言をしてるいいのかみたいな感じでマスコミが騒ぎ出すでしょ、将来国旗のこと、そうでしょ、ね、あの大悟とかああいうのもそうだったよね、みんなね、だからさおかしいんだよ、そのみんなが寄ってたかって国民全員が加担する、ね、攻撃をしている、その自分たちの行っていること、自分たちが、ね、あの真実を知らないのに、全てを知らないのに、その情報に振り回されて、あらこうだ攻撃をする、ね、だおじいの場合はそのダメなものはダメだよ、だから損保ジャパンとね、あの競合して、ね、そういう詐欺みたいなことを行った、損保ジャパンは昔から悪いことしかしないじゃん、損保ジャパンの事件っていっぱいあるじゃん、だまた損保ジャパンがあって、ね、だ別にこのビッグモーターがどうのこうのよりも、あの損保ジャパンの方からなんか持ち寄ってあれかもしれんで、こう見返りかなんかがあってっていう、ね、あの楽天モバイルの事件があったじゃん、みんなスーパーカーにバレちゃうね、あの受けとかね出して、その中の社員が関わって、で、上乗せの、ね、発注で、で、見返りを受けてってあったじゃん。ね、損保ジャパンの、ね、一部の人間が、それを知って、ね、執行までして知っていてとかね、でそういったものも、結局、何かしらが、利得関係が何かあったんじゃないかとか、ね、そういったものがあって疑われても仕方がないでしょう。ね、だ本当はね、あの全てのことが自分が関わっていないのに、そのあだこうだ、だってゴルフボールがどうのこうののその出現に対しておじいは叩かないよ、この住職、だって昨日のそのニュースの内容をね見て思ったのも LINE の内容で、これはただ社員がバカなだけじゃんって、本当バカだなと思ったもん、この LINE のところにね、昨日の動画見てこう、おじいの言ったことを聞いてこう、ごもっともと思ったよ。これが何がいけないのって思ったもん。で、ここを突破していく精神力がないと、営業マンっていうのは務まらないんだよ。わかる？営業っていうのは現場で最先端でいろんなモンスターペアレントと戦わなきゃなんないんだから。ね、だからいろんな経験値、能力、ノウハウ、ね、精神力も鍛えながら、どこもそうだよ、ビッグモーターだけじゃないよ、どこ の, あの世界も全く同じだよ、だこの YouTube の世界なんかいい例じゃん、だって、ね、おじいなんかどれぐらい注射入れられてる、どんだけ振りぼっこしゃれてる、ね、もう写真、もうやめた、もうやだってね、ライブ配信やってる時もね、もうやんないってかってね。あのおじいも言ったことが一回だけあるよ、ね、あのもう社長もうやだ、ね、もうやめた、もう配信しないって、ね、まあ、印象者からもやったけど、ね、だそれはあなたの自由だけど、ね、やりたくなければあのやらなければいい、ね、それはもう尊重するからって、ね、ただ物事こうでしょああでしょうし、ね、まあいろいろ言われて、うん、そうだなぁってね、まあ、反省するところもあってね、とにかく割り切る、ね、あなたのやってることは何ですか、ね、配信をすることで、あなたを応援してくれてる人がいる、ね、そういう人たち、ね、あのまたおじいが配信していない、ね、ずっとやってない、ね、それでいいの、ね、それをお仕事でやったんじゃないの、ね、お経があってやったんじゃないの、ね、そんなにつまらないことで、ね、ああ言われたこう言われた、ね、あの確かにそうなんだけど、そんなことは芸能界にしても何にしても、あのそんなものはもういっぱいある、ね、そういうことが年間とかねいっぱいあるし、言ってたらキリがないし、ね、
あのステージの上に上がってればね、あのシェアホンのしゃれれば叩かれもするしね、そういう覚悟があってねやらないと、そんないちいち人がね、あのああ言ったこう言ったね、例えばあの高倉健が小学生にね、ああだこうだバカだ間抜けだって、うこいつがこんなこと言ったあんなこと言ったってね、こんなことをあの言うと思うね、本当あの非常に耳ち小さなことでね、あのそんな腹を立てて、ね、この先どの道やっていけないんだからやめるならあの早い方がいいっていうね、うん、うん、いや本当ね、ガツンと言われてはね、ガツンと。で、分かってたつもりでも、うん、やっぱり視野が狭かったなと思って、ね、うん、いろんな人生経験も語ってきたはずなのに、やっぱり知らない間に視野が狭まってた。だから、そこの今やってることの中で視野がないから、すごくね、フルボッコにされて吊るし上げられてね、でそうじゃないのにね、いろいろねじ曲げたことが、真実のごとくね、ああだこうだっつってどん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 こう加速していくじゃん、敵が増えていくっていうか、ね、そういうのを経験すると嫌になるよ本当、うん、でそれはそうじゃないでしょう、これはこうでしょうって真実を証明しようとすればするほど、どんどん逆の方向に行くよね。だからだんまりが正解なんだよ芸能界でもね。だからそういうことがねよく分かったんだよ、ね、だから本当ね、この兼重前社長だからこそ表現できることがある、ね、それとまたそれを受け取り方が、そういう受け取り方ができないバカ、要は読解力がないバカ、あの文章の中であんなに丁寧に書いてくれてあって、でこれはバカなんだよ、これはバカなんだよ、このバカを強調してバカで、ちゃんとバカイコールお客様の気持ちがわからない人って、この X が当てはまるのはこのバカに当てはまるのはこうなんだよ、だからバカっていう言葉があるからみんなそこに集中してバカってこうやってそこに行ったわけでしょ、気持ちが。でバカイコールはバカイコール元気なおじいって書いてあったらね、ねそれは大変だよ、まあ真実だからしょうがないけど、ね、でもバカイコールお客様の気持ちがわからない営業マン、その通りじゃん、それをさも俺たちはこんなバカって言われたんだみたいな感じで話がねしばかってくるわけでしょ、この言葉遣いがとか、バカって言葉が 3つも出てきたとかね、違うだろうっていうね、だから本当ね、切り取られちゃうんだけどもね、うん、本当ね、まあ確かにゴルフを愛している人と冒涜だのっていうね、だからその会見なり何なりがあったからここのところを揚げ足を捉えたわけじゃん、だそういうことをしないで、だんまりをもっとちゃんと決め込んでおけば、ここのところで揚げ足を捉えることもないし、ね、なんか、そういうね、人となりが、限られたと思って言われることもなかったわけじゃん。だんまり決め込むのが正解なんだよ。芸能人でも。だいたいそうでしょ、だんまり決め込むでしょ。ね、多目的トイレで何があろうが、ね、とりあえずもう何も言わない。ね、そうすれば他の事件とかがね流してくれるからね、トコレテンのようにね、本当ね、これもちゃんと社員を訴えて撤回で、現場でだからそんなことがあったんだったらってね、会社としてそれは当たり前じゃん、そんな勝手にあらこうだね、見学のビデオでね、こんな不正なことがあったら収集者はもう訴えるとかね、当たり前じゃん。でもその後、でも、よう考え、ね、パッとこう、カッとなって言ったけども、でも、会社の組織のトップとして、ね、やっぱり管理責任があったから、ね、そういったものがあったのは、やっぱ自分の責任だから、やっぱ訴えることはしないよ、つって。したとすぐにパッと、意地になって、そこを通さないじゃん。そうでしょ？
ただちゃんとはって冷静にね、賢いからこそ冷静に、あこれ違うな、でも悪いのは自分だよなっつって、ね、ちゃんと提出してるじゃんその場で、ね、だそれで人となりが感じられると言われてもね、ちょっとかわいそうかなって思うんだよね。訂正したのにダメなのって、だそんなことがでそんなひどいことだったんだったらね、会社としてね、所有者に訴える。だってじゃあ楽天モバイルだってそうじゃん、ね、楽天モバイルが横領でね、訴えてるんでしょ実際に。違ったっけか、ソフトバンクとかもそうだったんじゃないの確か、失敗訴えてなかったね。だってそういうことを起こしたのは、だって自分たちの管理不足だし、それをさせてしまった原因があるわけだから、だから訴えるのはおかしいわけじゃん。でもこのビッグモーターの元社長はね、そんな不正なことがあったらね、会社としてね、訴えることも考えてるって言っても、あでもやっぱそれも含めてやっぱりちゃんと行き届いてなかったから自分のせいだなってね、そうやってすぐにパッと認めてるわけじゃん、ね、おじいはそこのところを人となりとして見えたんだよ。一回言ったから、その考えがあったからこいつは悪だって言ったら、世の中全部悪しかない。まあ実際そうなんだけど、どんなピヨ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 見えるお花屋さんであろうがケーキ屋さんであろうが全部同じだよ。目が同じ。どこの業界、どこの企業の中でもそういったものはいくらでもある。逆にそういったものはないところなんて一箇所もない、おじいの経験では、ね、本当ね、本当マスコミがね、さもこれが正義のごとく、いろんなもの何か言ったらそれをネタにこじつける、ね、でその判断ができないバカな国民がそうだそうだそうだってなってまた攻撃をする。そこにだ本当ね、その思考能力がねないんだよ、ね、だからどんなニュースを見ようがね、でもおじいは会見とかもね、さらさらさらって見て、ああこのじい社長はしっかりとしてるなって思ったよ、おじいは。今までのだらしがない会見あったじゃん、ね、あれだとは違って、ね、なんで副社長が出てこないんだろう、やり直せとかね、こう いろんな、ね、息子かばってるとかいろんなことがあっても、前社長、別に前社長擁護してるわけではないんだけど、特別にこの兼重前社長だけが特別に おかしいというようには見えなかった。そのまんま変なものを飾って騙してる会見ではない分だけ、やっぱりそのストレートでやったんだなっていう、おじいはそこのところが見えたけど、他の人はそう見ないでしょ。ダメなことを分ける、損保ジャパンと、ね、手を組んで不正請求のことをやっていた、そこのところを問いただすべきで、ね、その事実があったかなかったかということで、もうあったことがもうほとんどね、証明できるわけでしょ。だからそこのところが問題なわけなんだよ。そうでしょ。でこれがもっと広い視野で言うと、この会社の中で起こったごたごた問題なんだよ。例えばね、そこの元気ななんとか商店の中で起こったお客様とのトラブルとか、みんな国民みんなそこまで言う、こりゃあそこの店が悪いだろうか、この店、一個一個全部それをジャッジしてるの？あそこのなんとか電気で、ね、お客さんとこんなことで揉めてるよとか、ね。
元気な欲しいのを買った、ね、アイリッシュ大山の冷蔵庫が、ね、ここだけ傷がついてるし、ね、中身がこんなって出てるし、ね、おかしいじゃないのこのせいじゃないわとか、ね、フルボッコにしないの、なんでこんなようなが出てきたら、ちゃんとしっかりと消したくらいしたいのかって、ね、メディアが取り上げて、なんでこんなものが世に出てアマゾンで販売してるんだ、おかしいだろう、これはセールだからこういう備品出してるのかみたいな感じで、フルボッコにしないの。アイリッシュ小山の社長を会見に出してきて、なんでこんなものが出回って元気なおじいが買ったんですか、ね、こんなものが他にあるんですかみたいな感じで、どうしてこんなものが、いやー、これはちゃんとこういう工程で作ってるんだけど、この検査のところで何か気がつかなかったというか、何かパスしてしまう。ね、そんなパスしたこういう作ったところがわかるから、その社員を訴えることも可能じゃないんで、そんな会見まだないでしょ。ね、本当ね、何かがネタがあれば、どん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 ね、やるっていう。宗教の問題もそうだったけど、ね。どう考えたって、ね、もう名前も出てこないや。バンバンって。なんだっけ。ね、ほら、これなんだよ。もう名前がね、あんだけ毎日言ったのに、被告人。名前が出てこない。ね。ボーン、ボーンして、なんだっけな、ね。うん。ね、もう出てこないや、ね。で、あの時に、どう考えたって、あそこの位置から、ね、あんだけクリーンヒットしてっていう確率とかね、角度も合わないし、どう考えたっておかしいし、組織の協力がなければ、だってそんなことがいけるわけがないし、不自然なものがいっぱいあるし、ね、組織としてなんでこんな人が本部長で来たのかとか、他の政権の時にはね、絶対に許可を下ろさないのに、なんで許可したのとか、いろんな不自然なことがあるよっていうのを取り上げたとしても、そこの結論まで出てないわけじゃん。おかしいねって言ってるだけで。ね。で、マスゴミは報道一切何にもしない、宗教以外は何にもしない、だから国民から、であのテントのあれもそうでしょ、ね、テントがあったって言うんだったら、それはマスコミが空撮をしたところでそういう見えて、視聴者に誤解を与えるようなものが映っていたんだから、マスコミがちゃんとこれはこうだったんだって、そこの現場に行って映っていたのは、ここのダクトのね、この清掃の部分で。これがテントに見えたんだよとかね。だったで、そこのいい加減な管理会社がね、確かあの時には製造にテントを張っていたって言うからね、ね、製造のテント、ね、あれテントだったね、テントじゃなくて入り口だよ、がテントに見えたってだけなのに、テン、あれはそのためのテントなんだって、またそこでいい加減なことで、そこの突っ込みはないのかっておじい散々言ったけども、ね。だね、このマスゴミはね、まあ、こうやって権力を持ってるんだよ。で、いろんな判断ができないバカな日本国民だからこそ、もう面白くてたまらないし、だからおじいがよく言ってるように、この日本で一番権力を持ってるのは、ね、総理大臣でも何でもないんだよ。ね、マスゴミ。ね、気に入らない奴は徹底的にね、ここぞという時に叩いてね、沈み下ろす、抹消する。その力を持ってるんだよ、メディアは。ね。だね、今回のこのビッグマートの件に関して何、全然違う。また、何かビッグモーターの前だけ気が関係てるっていう。ね、被害は1箇所、ね、あれすると10枚ぐらい、また植え直してどのこととかあるみたいだけど、まあ、あれも、でも、まあ、疑わしきものはだけでね、あれも期限もあるし、時効もあるし、ね、随分昔の話でしょ、それもね。だそんなものを出して、それを出すことによって、ものすごくこうバカに対して、こいつは悪いやつだろう、悪い組織だろうみたいな、それにただ使われてるだけのお話なんだよ、別にね。この
あのこの世の中今は殺人とかの事故はなくなったんだよ。 でもそれ以前のものってどうなのかな。その法律が変わってもそれ以前のものっていうのは適用されないよね。確かね、あの殺人の場合は違うのかな。なんか強盗とかいうのも時効がなくなったら、じゃあ3億円事件とかだってこれからまだね、じゃあ調査が続くってことでしょ、ね、その例えばね、こういう例もあるじゃん。何かの犯罪に対して時効が成立した、だから正々堂々表に出てくる。でも法律的に何もできないわけでしょ、ね、あれは本当申し訳なかったってね、あそこの強盗は私だったんだよとか、ね、あの人殺しちゃったのは実は自分なんだよとか、そうやって出てくる人もいたわけじゃん。でも法的に何もできないわけじゃん。そうでしょ。だから法的に問題がないものを、だってもうそこで終わってるわけだし、あと、なんだっけ、いろんな裁判でも芸能人とかなんかを振りぼこされて、もう社会的にこんだけ、なんだっけ、ね、もう抹殺されて、世間的にあれされたからね、まあ、そういうとこも加味して、ね、こうでしょうっていう、こう、ジャッジが下されたりするわけじゃん、法廷で。ね、全く、でも、あれもこれもっていうものがね、何を基準に判断するのっていう。アホなことを全部出すマスコミがいて、それを見た人たちが、バカはみんな判断できないから、そのまんまこれこれで、うん、うん、これも考えて悪いで、うん、うん、みたいな。だこれが、おかしいんだよ。ね、今ね、おかしなコメントも来てるよ。アクションカメラね、アマゾンが、まがいものだって認定したね、ジャッジがあったんだけど、何人ぐらいいたかな、最近も来てるよ。これはイメディムウッディメシゲエルエムジンゲリシジネインディスケみたいなね、あの時と同じものではないとは思うんだけど、でもその流れからね、あれからもう1年も2年も経ってるわけでね、売ってるわけで、そのことに関してどう、あなたはどう思うのっていう判断力がないバカってことじゃん。バカなんだよ、本当にバカなこと。バカだそのままスルーしてね、相手しないけど、だって今までの流れから時期も相当経ってるし、ね、今売ってるだったらそういう判断なんでしょっていう、ね、だってアマゾンが偽物判定したっていうのと、おじいはちゃんと最初からこれは 4K 対応でちゃんとしたものだよ、技術もこういった技術を使ってるんだよっていうね、ちゃんと解説してフォローしてきた、ね、だ判断ができないバカが変なコメントを起こす人がいるんだよ。だ世の中だからね、バカが多いんだよ。で、おじいもそのままストレートに言うでしょ、バカだねっつって、ね、そうすると おじいはいろんな人からね、よくやるよね、うん、ね、バカだねとかね、この元気なおじいの人との縁が感じられますねみたいなね、だこういうコメントもよくいただくじゃん、おじいは、ね、おじいそこの言葉出るけどってねよく言われるじゃん。ただ、おじいはあの LINE を見てね、別に汚いやでも何でもないし、分かりやすいキーワードとしての一例だったけれども、読解力がないバカな社員が、意味が分からない、そんだけ日本は落ちぶれてるんだ。ね、そういう落ちぶれた、アホな日本人が、おじいのチャンネルを見ても、ね、意味が分からない、どんなに言っても意味が分からない。ね、こうなんだよって説明しても理解しようとして、ねえ、ゲイを見ねえよって言われるだけだからね。だからそんなバカのコメントをまともに意見を見たりとか聞いたりとか対応してても時間の無駄じゃん。そうでしょ、ね、だから相手にしないっていう、こうなるんだよ。だんだん。修行が足りないバカの人、またこんなのが来たっつってね。だそれで振り回されてるのは、ただのアホなんだよ、ライブ配信とか。それで、ネタで回せたいとか、ね、利益につながるんだったらネタなんだよ。それにつなげられなかったらただのバカなんだよ。ね。
まあそういうことだよね。本当あのアホな日本人はそこにあの分かるのかな分かんないのかな、マジコミの狙いとかね、実際は自分の判断はどうなんだろう、でも周りがこうやって言ってるからとか、おじいのところのチャンネルのコメント見たってそうでしょ、周りがこうやって言ってるからこうやって書かれてるからとか、ね、クリアどうなんでしょうかって、なんでおじいに来るの、直接メーカーに聞いたらとか、おじいがこうやって言ったからホリエモンがこうやって言ってるから食うねんだとかね、ホリエモンは関係ないでしょ、楽天モバイルとっていう個人的な、見解なだけでしょ、ホリエモンがこうやって言ったから楽天がこうだあだって、だって何も関係ないじゃんあの人ってね、だ本当でホリエモンがこうやって言ったからっていう人が結構多いけど、おじいはホリエモンの個人的にこういう考えでああだねこうだねって言ってるに過ぎないネタにしか見てないから、それをまたねストレートに真に受けていて、ホリエモンがこうやって言ったからこうなんだってね、だから法律のごとく信者がいるから、うんね、だからそれはバカだよっつってね、たまにおじいも言いますね、おじいがこうやって言ったからっていうのもたまにいいじゃん、ね、だからおじいが言うたら、だからそれはね、だおじいが思ってるだけで、正解は、ね、正解じゃないよ。正解、おじいの正解だと思っても、ね、それを見てる人、受けてる人が、その人なりの正解、不正解、ね、すべて物事は、正解も不正解もない人で、その人にとって正解なのか正解じゃないのかって、過去の雑談で、ね、ホワイトとブラックがあって、ね、で、例えば、じゃあ、警察と暴力団があって、ね、じゃあ、世間的には、じゃ警察が白で暴力団が黒っつって、ね。こうやってもう決めるわけじゃん、結局。天使と悪魔みたいな感じで。違うでしょ、つって。ね。この人の、相手の立場からしてみてごらん。ね。この人たちは、ね、悪でやってない。この人たちは、この人の自分たちと正論があって、理念のもとに、それで、白としてやってるんだよ。そうでしょ？だから、警察は警察で、ね、こうでこうだからね、こっちが黒なんだって、こっちはこうしてこっちが黒なんだって言ってるわけで、双方が自分は白だって考えてるわけじゃん。そうでしょ？で、じゃあ、奈良県警の解剖でね、心臓に傷がついてるのに全く関係がないよーっしてね、福島教授のあれをひっくり返したとしてもね、ああ警察が発表してるんだから、ね、これが白なんだ、そうなんだ、ねね、ここはこうやって言ったから、ね、でもそこの都合が、ね、悪いところだけど、いや、おかしいだろうって言う人もいるし、ね、おかしいだろうって言ってる人にとってのジャッジが、ね、黒だなってこう見てるってね、別にそれは個性の考えでいいわけだし、真実はわからない。ね、安倍さんが あれがダミーであったのか本物だったのか、実際どっかにいるんじゃないかとかね、それオカルト説もあるけれどもね、でも真実はわからない、ね、他にね、ヒットマンがいたんじゃないかっていうね、でも真実はわからない、真実はわからないんです、闇の中に全部で真実は本当は国とかも分かっていてもそれを教えている、ね、中国って出した言葉は出したね、こうやって足力もあったわけでしょ、ね、だからそれがね日本なんだよ、ね、だからバカな、もう思考回路をちゃんとまともな思考回路を持った日本人って少ない、ゼロとは言わないけど少ない、ね、日本のね、領土、ね、日本の領土、尖閣諸島、日本の領土、ね、でも韓国の教育でね、独島は我が国の日本がね、占領したんだってね、でもどっちが本当なのか、ね、当時あれを遡ればわからないじゃなくて、ね、一応、世界の、ね、ルール上では日本のもんだよねってなってても、でも、そんなものは関係ないじゃん。どんなに世界に訴えても、まあ、国と国の問題はね、まあ、歌くらで話し合って決めてくれる、うちら関係ないからみたいな、国連はそうでしょ、北方領土の問題にしてもね、戦争が終わったというかで勝手に出力でねこうやって捉えたんだって国連に訴えても、うん、まあ話し合いで決めてみたいな、北方領土はどこからだって、で我が国をでしょって、うん、でもまあ
お互い諸国で決めてみたいな。だどんなに国連に何を言ったって国連は何もしてくれないでしょう。このルールはこれはこれに乗ったってこれでああだろうって言っても何もしてくれないじゃん、ね、だあのどこまで皆さん偽善で、ね、天使でできるの。あのロシアとウクライナの問題もそうだよね。ウクライナはね、あのなんだっけあれに入りたい、ね、でも手続きがある。でそこに入っていればあの同盟国として戦争ができるけども、ね、入ってないからできない、ね、でどんどんとんでもない犠牲が、ね、あのもうどんどん加速してみんな協力してあげないから、ね、ただあの心配なメッセージを送ったりとか、ね、いろんな物資とかお金とか、ね、あのメッセージして、ね、協力して現場に見せようなんて言ったっていや本当にあの尊い命を守ろうと思ったら、ね、なんであの段階でじゃあ、スピードでね、あじゃあ加盟を認めましょうって認めて、じゃあ我が国同盟がこんだけの国がね、もしなんかウクライナに何かあったら一緒に行くぞみたいな感じで、で、ロシアできたら同盟国でバーンってやっちまえばそれでいい話なんだよ。なんで、あのそれをやってれば、ね、尊い命、あんなひどい、ね、女性子供、すごいひどい目に遭いながら、たくさんの命が奪われた、ね、そういう犠牲がなかった。それなのに、あだこうだ言ってね、支援する、応援するって、偽善者だと思う。世界は。そういう尊い命が奪われる前に、ね、実力でやってきてるものに対して、自力でなんで阻止する応援ができないんだ。このルール上はこれができないんだとか、国連のね、あれとか、ね、G なんとかとか、ああいうのも、ここにこの国が入ってるから、全員一致しないと、ここはこうできないんだ。この中にロシアがいるからこれ決まらないんだとかね、いろんなものがそうだったのか見ればあーって思うでしょ。じゃあこのルールってなんだ、ここに悪い奴がいたらね、特例例外とかなんでそれをやらないんだとかね、問題起こしてもこいつだろうっていう、ね、だから世の中はね、偽善でできている。ウクライナにね、ウクライナの問題に対して本当に偽善だと思う。そのものを防いであげる、それが本当の善だと思う。いろんな悲惨なことをね、どんどんね、見過ごしてきて、お金は出しを寄付したよ、すごいいいことをしたよ。それで自己満足してるんでしょ。ちゃんちゃらおかしいね、本当。ねえ、そういったもの、あれもそうじゃん。取り締まりもそうじゃん。ここはよく事故が多い。信号無視の取り締まりとか、一旦停止の取り締まりとか。だったら、本当に死亡事故が多いところで、危ないと思って、あなたを守りたいからってね、だから取り締まりになるって、そう思うんだったら、そこね、捕まえる前に違反があったら、バーンで死んじゃうかもしれないんだから、だからパカパカパカってなってね、ピーって止まりなさいよ、つってね、ね、ピーって未然に止めてあげる。これが本来の犠牲を出さないための、ね、要は、警察の役割じゃないの？事故ゼロに目指すんだったら。事故をゼロに目指すために、たくさん取り締まりをして、国金にいっぱいお金を、ね、入れて、成績を上げてっていう、ね、ノルマ達成してっていう。これが事故ゼロに従う偽善でやってること、ね、あの善意でやってることなの？違うだろう？表向きでやってることが。だから本当ね、普通に、ね、頭が悪いおじいみたいな動物ほど、うん、疑問に思うことがある。人はみんな、ね、悪意はないかもしれないけども、この世間の中に、ね、旅立って、知らない間に、腐ってるんだよ、思考回路が。腐ってる思考回路に気がつかないで、腐ってるものを基準にして、ああだこうだ、ジャッジをする立場になってる。これはこうでしょ、ああでしょ。あなたに何の権利があって、そんなジャッジを下してるんですかってことなんだよ。ね。本当ね、この、会社の中の出来事、LINE でね、元社、
で元社長が社員に対して、ね、お客様の気持ちがわからないものはバカだよ、ね、結果も出ないし、だバカっていうバカのままでいたら、ね、年を取るだけで、ね、賢くならないと、ね、賢くならないバカのままなんだよ、だからお客様の気持ちが分かれば、ね、バカから賢くなれるんだよ、ね、お客様はバカの言うことは理解しないよ、そうでしょ。だから魅力のある営業マンにならなければ、ね、営業マンに惚れ込んでその人から契約をしてくれるわけだから、ね、基本じゃないか。今教えてくれる人は少ないよこういうことをね。だからこうやっていろんな考えとかいろんな技術者を給料が高いからといってね、こいつらが邪魔なんだ、明日までなんだ、ね、若い人材で経費削減でね、やってくんだってね、どんどん捨ててきた日本、ね、世界に遅れたね、遅れたっていうか、そうしてきた、ね、本当、日本がやってること、日本のマスコミがやってること、ね、日本国民の思考回路、ね、正常にやらない。ね、で知らない間に狂気になっている、ね、いろんな芸能人を叩くし、ね、いろんな会社も叩くし、自分が何も被害を受けていないのに、ね、さも被害者のごとく親殺された、ね、敵のように、ね、叩きまくる、うん、どうかしてるなと思うよ本当、ね、この社長の命令でね、こういうことが起こらないと、そりゃひでえわってこうなるけど、あれもこれもあるよじゃなくて、このニュースの中で、ね、この LINE の件と樹木の件のこの2個のこのニュースの中では、こうじゃないのって話をしてるんだよ。で、そこの枠から外れて、こんなことがない。それは別件でしょって話。おじいが言ってるのは、この動画のニュースの中の、現役社員が出したこの LINE の件が3分の2、あとは樹木の件が3分の1ネタになってるけど、その件についてお話ししてるんです。ね、またそれ以外もの持って、持ち出してくる人もいるんだよ。ね、だからその人、だから本当に その人のね、人となりって言ったって、じゃあ皆さんどれぐらい立派なんですか？おじいは全然、おじいは立派だよなんて言えないし、ねえ、全然ダメだし、本当に。ねえ。ひでえもんだよ。おじいはこの金しか、金重前社長よりも、全然レベル低いよ。ねえ。全然立派な人だと思うよ。おじいが思うに。ちゃんと実力、ね、思考回路もちゃんと、ビジネスに対して、ね、熱く、結果を出した人だと思うよ。ねえ、おじいみたいなアホなことばかり言って、ね、行動力がない、実行も出せない、結果を出していない、ね、そんなやつがどんな偉そうなことを言ったってこういう人には勝てない。結果が全てなんだよ、わかる？結果を出した人が全て。芸能界だけではない、ね、先輩だから偉いんじゃない。芸能界、結果を出して売れて金を取ったもんが勝ちなんだ。そうでしょ。だからこの世の中ではね、やっぱり実力がある、ね、貴重な存在なんだよ、ね、だからそれぐらい優れた能力があるから、帳尻合わせのように欠点もあるでしょ。人ってそういうもんでしょってことなんだよ、ね、おじいはそれを伝えたい。だからあの LINE の内容を見て、なんでバカを強調されて、あれが悪かったのって、あの社員が気に入らないからあれをね、マスコミに出してきたけども、あの内容で、あの内容のバカっていうのが問題になるバカなのって、それも判断できないビッグモーターの社員はバカだなっておじいは思ったってこと。あれを提供した社員はバカだなって思ったの。素直にバカにしか見えないと思った。あそこに書いてあったバカというのは定義で書いてあったわけで、ね、すでにこれバカバカ言うんだって。
何、あのバカは間違ったバカではないと思う。ねえ。でもほとんどの人はあれを見て、ああ、ひどいって言うんだよ。ねえ。だから、いつも言ってるように、読解力がない。ね、今の日本が落ちぶれたのは、そんな日本人が支えてる世の中だからだよ。ね、そうやって言ってるわけじゃん。残念だね、つって。でももう、戻らない。後戻りはできないし、戻らないし、その時代の変化、そういう世の中で生きてるには自己防衛しかないよね。ね。だから、この悪を直そう。ね。暴走をやめよう。ね。プリウスをなくそう。じゃなくて、ね。いかに自己防衛するか。ね。仕事のとこなんだよ。ね。だからもう、下をうつむいて、こんなって携帯ながらね、あえて、何も起こらない平和な時代はもう終わったんだよ。ね。いつ、あの時、ね。プリウスに殺されるかもわからないし、ね。突然通り魔に刺されるかもわからないし、ね。安心できないよ。流れなんか知る場合じゃないよ、本当。ね。自己防衛なんです、全てね。はい、そんなわけでね、まあちょっと複雑な心境だなと思うけどもね、とにかく、金重前社長、とにかく古ぼっこしてるけど、日本人は狂ってるようにしか見えないというお話でした。おじいは皆さんからね、おじい何を言ってるんだって言われると思うけども、おじいはこれ、おじいの中では間違ってないと思うから。だから言ってるんだよ。ね、おじいの思考回路はそうなんだよ。おじいの思考回路がねじ曲がってるのおかしいってね、そう思う人がたくさんいると思うんだよ。でもその人はそう思ったことに対して、おじいは否定しない。その人の考えを尊重するから、おじいはおかしいと思う。それでいいと思うよ、別に。そういうもんじゃないの？違う？はい、そんなわけで終わりたいと思います。まあ、最後まで見る人ね、一人いるんだよね、確かね。僕は最後まで見るよ、つって。一人、ね。はい、そんなわけで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。